やっていきまーす意外とうまくないか最近ゲーム三昧でマシュマロをちょっとできてなかったんで真っ白と思います、えー、今回のお題はあれですね「ネカマをしたことある人された人がしたことがある人」でやりましたまあ、今回ネカマをしたことある人されたことがある人非常に多くてですね あの、マシュマロス、いつもの倍ぐらいありました。剪定するのが大変でした、えー。皆さんのお便りありがとうございました。ということで、えー、読ませていただきます。ネカマとはえー、っとね、インターネットの中で、男性なのに女性の不良をしてしまったり、また逆もしかりがある。をネカマと言います。僕は、声友なので、まず俺、声友わかんないけどね。 相手を女声で鶴にハマっているのですが半年ほど前にマッチした男性から僕のエッチな声を売ってくれたら買うと言われましたこれは小遣いを稼ぐチャンスだと思いクオリティを上げるために録音した自分の女声を意識して、えー、テストするという形で研究を続けていたのですが現在自分の女声でしか達することができない体になってしまいました助けてくださいというような方向性の方々が今回たくさん集まっておりますまあ、こじらせてしまうんだろうね 普通に生きていたら、扱われることがないレベルのチアホヤドを体感できるんで。こんなとこあります。<laughs> スタミさんの配信で助走して塗をしたことがあれば、スタミさんが気づいてんなければバレていません。<laughs> はい、バレてません <laughs> どこでどのタイミングで絶対気づいてないよ。で、なんで吸ったの俺を試したな、お前。えー、次。 こんにちは。スタミさんの切り抜きを毎日2、3回見てます結構見てるね。 私がしたことはないのですが、お父さんがネカマをしている話です。私が小中の頃、お父さんはファイナルファンタジーや黒いサバ系統のゲームをしており、よくアバターを私好みの可愛いロリータの幼女にしていました。名前もローズマリー的な名前にしており、パソコンの画面を脳して見ているのを、えー、ぼやっと覚えています。ふと、なぜ女の子にしているのか聞くと、えー、私の母はとても束縛が激しく、パーティーのお友達と仲良くしていると浮気なのと疑われる。だからネカマをしているんだと教えられる納得し、ディスコ 楽しそうにメールしてるのを覚えています現在私は専門学生になりお父さんは、えー、今も昔も変わらずの姿で寝かましている長い歴史があるね歴史長小中の頃から専門学生までずっとお父さん寝かましているんだ えですが、最近気づいたことがあります。私は、おと、よくお父さんの部屋からお菓子を少し拝借するのですが、なぜか、えー、発のウィッグがあるのです。また、化粧ポーチなどもあったり、私が欲しいブランド、えー、コスメも持っていました。欲しいです。<laughs> えーまた、物化された部屋のロッカーを見ると、時代系の服が4着ありました。えー、昨年派が入院、介護的な、えー、してから飲み会や旅行が増えていると思ったので、ガテンが行き、えー、戸惑いと楽しそうならまあいいかという感情が今も渦巻いています。お父さんは、寝かまから女装男子へ進化し、えー、次は何に進化するのかが少し楽しみです。えー、初めてのマシュマロ失礼いたしました。寛容だね。いや、俺はね、両親のこういうのってさ、 ちょっと来ない俺はダメなんだよね俺、親父のエロ本とかも俺ちょっと見れなかったタイプなんだよね。多様性ではあるけど。俺、ダメだったんだよらすごいね。<laughs> えー、私が勝手に性別を勘違いして衝撃を受けたので、ネカマというテーマからずれているかもしれませんが、投稿させていただきます、えー。当時、ゲームラのチャットをしていた方の話です。一人称が私、女性服の話題などにかなり乗ってくる。アバターも女性ということで、勝手に女性だと思っていた友人をした。あら、えー、かなり仲良くなったため、ツイッターを交換したのですが、その方のプロフトアイコン、ツイートの内容から確実に当キャラのコスプレをするおじさん、つまりローリーだけ女性。 <laughs> ってちょっと待ってちょっと待って繋がってないこれ繋が、がってる可能性がある繋がってる可能性があるぞ <laughs> つまり、ロリータけ女装医さんだということが発覚彼が当時、高一だと私にとっては初のネットも、でもあったため、世界の広さを体感しました。いや、狭いぞ世界は狭いぞしばらくして、えー、同界隈の高一の女の子と付き合い始めたので縁を切りました。 どうか、お前、お前がおじさんがどちらにしてもあれだな。おもろい方向に行ってるね。なんか繋がってしまったな。あ、珍しいパターンですね、これは。えー、下見さん、こんにちは。私はリア友の地元の友達のディスコサバにいて、女なのですが男のふりをしていた。 ことがあります、えー、その日、そのサバ内で唯一交流したことのない男の方と初めてゲームする機会があったので、みんなで口合わせをして私がネカマをすることになりました。声、えー、はボーイちゃんということにし、えー、顔写真を知り合いのものを借りて、えー、完全にネカマを演じていました。えー、結局その方は3ヶ月間直接会うまで本当に私のことをネカマだと信じていたみたいです。ネカマ跡というかあれだね。 えっと、同性やと信じてたみたいです。えー、周りの友達もがっつり口合わせをしていたので、かなり信憑性があったように感じます。えー、その方とお会いした後、お付き合いを早めました。もうすぐ2年になります。えぇ、ー、寝かまをしていたあの時は申し訳ないという気持ちが大きかったのですが、寝かまはもう今後やることはないと思います。長文失礼しました。え <laughs> まあエロ漫画みたい。エロ、エロ漫画みたい。そっから恋愛になるんだ。いいね。寝鍋ですが、 ネットゲーにロルから入って、リアルの世界で長く生きていたので、女ってだけで、必要に執着される、OPGG の監視え。他のフレンドがいるときに、この子マジやべえから気をつけてなー、などの彼氏面。今日〇〇君と喋ってたね、等の気持ち悪すぎて、アカウント名をすべて変えて、名前を何く君にし、聞き戦で寝鍋をしていました。 えー、寝なを始めてからチャンピオンプールも男の子らしく、イラオい、エイトロンを使っていました。徹底してるな。えー、その後、女の子のフレンドができて、実は女なんだよね、とカミングアウトをして分かってくれて、2年ほど経ちますが、今そのこと好きなんだ。そうすぎ待って、どういうことその、なんだろうね。その、打ち解けるっていうか、打ち明けるっていう時点で勇気がいる行為だけど、受け入れてくれるっていうことは、もうかなり心を開いてんだろうね。その時点で。 そっからその付き合うに、付き合うルートになる人が多いシステムはなんとなく分かってきた。もうその、暴露、受け入れる、でも相当その時点で距離が近いんだわ。みんな幸せで終わるやん。しかも揺り出し。まただよ。えー、さみさんこんにちは、はじめまして。自分は寝かをした側です。はい。 自分は助走をたまに行うのですがそこでネットに載せたらどうなるだろうということで某 SNS でネカマ専用赤を作り顔までは見せずにいろいろな人とやり取りをしていました「写真欲しい?」などのメッセージを行い裏赤、えー、女子みたいな少し絵な写真を送ったりしてました加工で持ってます「ある日某イベントでもし見つけたら会おうよ」みたいなやり取りをしていました、えー、ネットだけで関係を済ませる想定だったので助走してい,いかなければ会うことはありません えー、しかし、バカ正直に女装、えー、をして、そのイベントに参加、SNS で見れて幸せ、みたいな投稿を、えー、その日の服装と共にし,てしたところ、発見されてしまいました、えー。もしあっても声は出したくないから、筆談でと伝えたので、筆談で対応。結局デートをし、夜に解散。となればよかったのですが、事前にもし見つけたら、何をとは言いませんが、口ですると言ってしまったのです。<laughs> <laughs> ちょっと待って <laughs> 自分は仮にも男です。約束は守ります <laughs>。ええしてやりましたともやりましたとも相手は満足そうでした。 えー、そしてそっからはそういう行為に抵抗がなくなりました。後、え、日、ー、また会うことになりまたすることに。さすがに言わなきゃまずいな。でも伝えて傷つけたくない。と言わなきゃ余計バレた時に傷つけてしまうことは分かっていたもののそう,いうそう言い聞かせていたのです。今思えば自分の心のケアのためにそう言い聞かせていたのかもしれません。 で、そのままベッドに向かいしている最中に男であるということがバレました。すごく優しい人なので申し訳なさと自分の不甲斐なさに涙が溢れる、溢れ、謝ることしかできませんでした。しかし、会いた途中からなんとなく気づいていたそうです。分かった時にはショックだったそうですが、えー、受け入れた上に可愛いから大丈夫、気にしないでと言ってくれました。えー、今後について話をし、なんと付き合うことに。 相手は可愛いから抵抗がないそうで、自分は男と分かった上でも変わらず接してくれて心を打たれました。えー、今まで男性にそういう感情を持ったことがなかったのですが、相手を人間性に惚れました。クリスマスも一緒に過ごし、初詣も一緒に行ったりた、楽しい日々を過ごしています。感情がぐちゃぐちゃになる。これすごくないこの物語。ドラマやん これ本当になんかドラマチックすぎない実はなんかのガチで。俺も疑わしいぐらいなんだけど。これ綺麗すぎないすげえわ。次行きましょう。 まししてしまった話昔、えー、少し触った MMORPG。男のケツなんか見ていられない年頃の猿だった僕は、生まれて初めて自分の分身に女の子を選択。えー、しばらく一人で楽しんでいたのですが、ある日ちょうど行きたかったクエストの集会パーティー募集に遭遇、えー。一緒に回った男の子と馬がいいフレンドになりました。 それからというもの、彼から毎日のようにパーティーに誘われ、えー、美味しい狩り場や集会クエストに連れて行ってもらう日々、えー、しばらくはなんでこんなに良くしてくれるんだろうと純粋に思っていたのですが、ある日、彼から告白されてしまいました。えー、当時僕のアバターは性癖を詰め込んだ、デカ父、デカケツショートカットの垂れ目お姉さん、そして知ら、見ず知らずの彼に敬語で接し続けてたことで、おっとりムチムチお姉さんの爆誕、彼目線の、きつのハーモニーを叶えて、思春期の男子を、思春 元気の男子がもてあぶ地獄映像を生み出してしまったのでした <laughs> 彼はもてあそぶのな正直少し楽しかった <laughs> はい次こんにちはさみさん僕は過去二度にわたり寝かまをやっている時期がありました 一回目は中学生二年生の頃で、その頃はまだ声変わりが来ておらず、普通に喋っているだけで女性声と間違われており、ゲーム内で出会った外国人の人によく色々なゲームや課金アイテムを買ってもらったりしていました。えー、その日、その外国人の人が顔見してよと言ってきて悩んだ僕はゲーミングキーボードを買ってくれたらいいよと言いました。まあ結構高いし無理やろなと思ってた僕に、彼はすぐにいいよと答えてくれてテンションが上がったおさらい僕は姉のワンピースを拝借し、それを着て鏡見るまでしました。 <laughs> えー、それを彼に送りましたそうすると彼は「髪を長くした方がいいね」オーケー「OK 住所教えて」という感じに、えー、トントン拍子に進んでいきました、えー、ちなみにこの前この自撮りじ写真が今でもあることが分かり寒気がしました1週間ほど経ったある日曜日の夕食の時のことでしたインターホンが押され来ると分かっていた僕は普段は面倒くさがあって行かない郵便物を受け取りにノリノリで行きそれを受け取りましたその様子を見て、えー、家族はあや怪しく思い僕を問いただしました どうしてこんな高いもの宛先がるまるって何とかとか、えー、そこで寝かもをしてもらったなどとは言えるはずもなく仲良くなった外国人の人に、えー、もらったと答えると母はそれに大きく激怒し、えー、その外国人の人に2人で謝りに行くことになりました、えー、その一件で、ね、外国人の人とも疎遠になり、えー、ミュート勢になった僕は 1>, えー、1回目のネカマライフは終了しました。今でも郵便物を受け,受け取りに行くだけで、この時の話をされて家族にいじられて何とも言えない気持ちになります。<laughs> またやろうとしてるやん。2回目。二回目の話が待っとるやん。私は、モンハンでネカマをしていました。 きっかけは深い夜のこと。小学生の僕は他の友達と差をつけるために、えー、少しでも強くなりたかったそれだけ、えー、親の目を盗む背徳的だった、えー、汚い画面と目をこすりながらパキパキとなる 3DS を開きモンハンを起動 ネットにつなげ資料開始そして建てられた部屋を見てみるとチャイチを乱女募集僕は無知だった、えー、そこからスイーツ、えー、私は世界を知りました男と女その体の仕組みまで友達と作った半端な鎧と実名の狩人を捨て私は女になりました 比例で防御,防御力のない女はランク1。それなのに部屋を建てると、ブワー名前につられた男たちが群れるように集まりました。女のようなチャットをする。ランクが上がる。女のような立ち回りをする。ランクが上がる。繰り返すだけでした。いつしか私は身の丈に合わないが、えー、力と画面越しの青森県にいる知らん男の電話番号をもらうほどの女になってしまいました。今も私は女の仮面を被ってゲームをしています。より強く、より優れた女になるために。 信念がありますね。ネカマに。ネカマにプライドがありますね。かっこよく締めようとすんな。お前がやってることネカマだからな。 21歳男です。私は中学生の頃、裏ア女子をやっていました。当時、私は、えー、色白デブだったため、えー、胸を寄せて谷間を作り、えー、その他の部分を服で隠して自撮り、過去顔なしを乗せてフォロワーを稼ぎました。その結果、2ヶ月間でフォロワーが8000人ほどになり、え、今日許して話せるような童貞大学生のフォロワー A さんができました。えー、ある日 A さんに会いたいと言われてしまったため、私は焦ってとっさに、いきなりは緊張するから、通話で練習したいな、と変身してしまい。 日時を決めて彼と、えー、通話することになりました私としても仲良くなったネットの人間は A さんが初めてだったため、えー、この人と仲良くなれるかもと通話をとても楽しみにしていましたとはいえあくまで私は女設定なのでその日から通話を約束した日まで、えー、約10日間必死に萌え声の練習をしました、えー、その結果自分の声がだんだんと可愛く聞こえさすがにバレないだろうと意気揚々と彼との通話に挑みましたバレました えー、そこでブロックされました。あんなに仲が良かったのも、すべては女の体だけが目的だったのかと思うと、辛く悲しい気持ちになり、えー、大人のゲスさと、えー、男の単純さを学びました。こいつなんですが、えー、その後も裏科女子を続け、調子に乗って露出ギリギリを攻め続けた結果、えー、誤って自身のチンが移ってしまい、大戦いのうち、えー、赤番されました。そこで私の姉かま人生は終わりました。爪が甘えな。そんなことある ギリギリを攻めすぎじゃねチンが映ることあるかツイッターでフォロワー,ー一番とかってなかなかいかないけどね。もったいね。はじめまして、えネカマのやりすぎで、水木という女の子の別人格が形成されてしまった男です。えー、小学生の頃、モンハン、ンモンハン多いな。どうしても蜂蜜が欲しくて、ネカマをしたのが始まりです。 蜂蜜かあまりにも簡単に欲しいものが手に入ってしまうことに罪悪感などを踏み倒すほどの嬉しさが湧き出てきてやめられなくなりました、えー、ゲームの世界では完璧な女の子を演じるために勉強だったり仕草言葉遣いなどを訓練する生活を数年続けていたらやりすぎだよその仕草が抜けずに水木という人格ができちゃいました水木の推しはスタンミさんです僕の推しではありませんお前何言ってるこいつこいつ何言ってんの えー、このマシュマロもいつの間にか開いていたので書き込んでます。これからも水木をよろしくお願いします。怖いって。怖いって。えー、女です。小学生、高学年の頃にサークルリンクというアバターを用いたブログサイトのようなものをで無双していました。サークルリンクちょっとわかんないけど。 えー、自分で言うのもなんですが、手口が悪く、えー、年齢偽装、過去中学生と嘘つく、イケメンのアバターにしふ、二股をかける、えー、その女性たちからサイトの上で使えるアイテムをもらう。挙句の果てには、チャベリというチャットサイトに移行し、女性たちにアピールさせ、どちらが自分と付き合うか競わせるというようなかなり悪どいことをしていました。こんな私も今、教員と。<laughs> 教員となり、えー、子供たちにインターネットの人としては教えちまうねまさにその暗黒面っていうのは一度落ちないと怖さは本当にわからないからねお前が一度暗黒面に押したからこそそれ教えられることがあるかもな <laughs> カオスすぎるこんにちは現在20歳男子大学生です えー、私は高校3年生の頃に匿名でチャットと、えー、通話ができるアプリを使用しており、えー、当時リアルでコミュ障だった私にとって、えー、顔も見ないで会話をできるこのアプリがとっても楽しかったです。 当時高校生活童貞ということもあり、えー、女性の体に興味津々でした、えー、そんなある日アプリで仲良くなった女性とエッチな話になり、えー、お互いの性癖をバ露ロし合いましたその時どうしてもエッチな写真が欲しく私はエッチな写真見たいなとダメ元でお願いしました相手から、えー、そっちも見せてくれるならいいよとまさかの返事が来て私は興奮状態に入りました、えー、どうして欲しいのか、えー、聞くと自分のケツを叩いたりケツ穴を見している動画が欲しいかっこ1分間と言われ興奮していた私は何も考えずに パンツを脱ぎ動バカ <laughs> だな男って <laughs>。送った後にそっちも送ってとお願いしたところ1枚の写真が送られてきました。 そこには40代らしきおっさんのドアップの写真がいました。えー、それまで元気にしていた私の息子は一瞬にして縮み、萎えました。えー、状況が理解できなかったら私はその写真を見て、いい顔してますね。と謎の返信をし、相手からはよく言われます。と返され、その後会話をすることはなくなりました。自分はこのおっさんにケツとケツ穴を送っていたと考えると、たまにしこっている時に急激に萎える時があります。長な々かなかと失礼、長文失礼いたしました。これを見ている学生のみんな、お兄さんみたいにはバカにはなるな、ね、よ。 しこってる時に思い出すのはもう相当脳みそに後遺症が深い根深い傷があるね最悪じゃないはいというわけでした今回のお題はですねえー寝かまんをしたことある人、えー、されたことがある人でした皆さんはしたことがあるでしょうかまあ次のお題だったりは Twitter で募集するのでねはい。 でもハッピーエンドが多かったねハッピーエンドを取り上げてるっていうのもあるけどこういう話題からハッピーエンドに持っていけるルートって存在すんだなって俺はびっくりしちゃった同性愛が多くなるっていうことはその寝かまをする時点で潜在的にそっちのけがあるっていうこともあるんだと思う俺はだからその同性愛とかをその抵抗なくできる人のエピソードが多いんだろうねお腹減ったんでこれぐらいで、えー、終わろうと思います また雑談配信もね、ちょっとずつしていこうと思うんで、皆さんなんか質問とかあったら、俺にぶつけていくなさい。ここ